わかった。逃げるが勝ちってね。ディオンは負け惜しみ言わないの。やっと砂漠ともおさらばか。でも船酔いが。これでようやくタルテトスに戻れますね。しばしのお別れですわ、お父様。さよなら、カルトハダシュ。よろしかったのですか。別に構わないわ。ほんの少し先延ばしになっただけ。結局彼らはどこにも逃げ出せないのだから。そんなことより、どうやら朗報のようよ。イゼベル様、イゼベル様、ついにやりましたぞ。イゼベル様、ここにおられましたか。ついにやりましたぞ。タルテシュの船がついに完全修復のめどがつきました。やはり船に関するカルトハダシュの技術は飛び抜けています。わざわざここまで運んできた甲斐があったわね。は、確かにあの船の完成をもってすればヒスパニアの敗北は確定的かと。ついに大いなる力が動き出すのですね。なんて強大な船。ついにあれが、タルテシュの船が完成してしまうのね。実戦にはいつ使えるの。半月ください。偽装も含め完璧に仕上げてみせます。そう、楽しみだわ。アミル、タルテトスはあなたの居心地のいい根城はもうすぐなくなるわよ。タルテトス自身が生み出したあの船でね。さてと、雇われの身となったが、お前は私に何をさせるつもりだ。帝国の再生を、繁栄を極めたかつての大帝国を復活させる。聞き違いか。神聖帝国を打倒するために私は雇われたと思っていたが。ヒスパニアだって帝国の一部だ。僕はここにかつての帝国を再生しようと思っている。なるほど。ヒスパニアは古き良き帝国となることを望むのか。帝国の本来あるべき姿を全世界に提示したいんだ。自らが正当なる帝国の後継者となり、神聖帝国と並び立とうというわけだ。果たして市民たちは、元老院の連中はどちらを選択するのか。これはなかなかの見物だ。面白い。実に面白い。興味を持ってくれたみたいだね。まあな。それでお前にとって古き良き帝国とは何だ。帝国の本来あるべき姿とは何だ。お前は何を目指している。僕が目指すのは高度な文明と肥沃な大地を持つ国。夏目足と黄金の麦があふれる楽園だ。楽園と見まがうほどの豊かな国を望むか。それは大きく出たな。とてつもないことを、さも簡単なことのように言うやつだな、お前は。さすがに難しいかな。挑発しているのか。私はこの世界で最高に優秀な官僚の一人だ。できるわけはない。だが実現にはいくつかの方法がある。どうするのだ。一番簡単なのは、ヒスパニアが軍事的に最強の国家となり、周辺地域から富を奪い続けることだ。いや、
それは豊かな国とは言わない。ただの泥棒だ。青いな。国家の存亡に善悪などという甘い概念が存在するものか。ではお前はどんな方法でやろうというのかね。君が本当にやりたいことだよ。ヒスパニアではエネアデス先生がずっと頑張っていたけどね。失礼だが、年端もいかぬ少年に私の内面が押し量れるとは思わんがな。言ってみるがいい。この世界は本質的にはとても豊かなんだ。だけどそれを使いこなす知識や技術は十分に広まっていない。そのせいで荒廃していたり、十分に開発されていない地域はたくさんある。だから僕はまず世界を豊かにする農業や工業や建築の技術を広めていこうと思う。実際にそれらの技術を用いてヒスパニアを再生していくんだ。最初に道路や水道橋を整備し、多くの市民が暮らせる立派な都市を作る。次に灌漑施設を作り、土壌を再生し、国中に広大な穀倉地帯を出現させる。さらに多くの鉱山を開き、港を整備する。それと同時進行で商業を奨励し、貿易を進行していく。これらのことを成し遂げていけば、この世界に楽園は出現するよ。わざわざあの世へ行こうと思わなくていい。アエミリア、君にできるかな。まるで無双家だな。常人には狂人のたわごとにしか聞こえないだろう。確かにそれはかつての私が夢見たことでもある。だがお前にとっては夢ではない。本気で実現させるつもりなんだ。なんと恐ろしい主人に仕えたものだ。返事をまだ聞いてないよ。君の力でできるのか。私の全知全能を振り絞って挑戦してやろう。だがそれでも形になるのはかなり時間がかかる。急ぐんだ。ヒスパニアはいつ崩れるとも知れない砂上の楼閣だ。時間はあまりない。この国が存在するうちに少しでも形にして、僕たちが目指す理想の国を神聖帝国の人々に見せつけねばならない。未来への希望を世界に示さねばならないんだ。人使いの荒い主人だ。だがそういうのも嫌いじゃない。そこまで急ぐのならヒスパニア再生に関する全権を私によこせ。すなわちヒスパニアの内政に関する全権と同義だと思っている。いいだろう。予算も権限も全て使い放題だ。好きにやってくれ。ならば私は連れてきた技術官僚どもを中核とした強力な官僚団を組織しよう。可能な限りの速度でヒスパニア国内を整備してみせる。任せるよ。それからこの計画についてだが、何と呼べばいい。以前から準備してあったんだろ。黄金の夜明け計画と僕は呼んでいた。略称はアウラ。アウラ計画だ。アウラ、黄金、もしくは暁の女神を意味する言葉か。なるほど、面白い。神聖帝国のミレニアヌス計画は千年の暗黒時代を呼び寄せるためのものだ。それを全否定し世界に夜明けをもたらすつもりか。バルカ家は親子二代にわたりどこまでも反逆者となるわけだな。可能ならばね。成否は君にかかっている。頼んだよ。ああ、任せてもらおう。中央の優秀すぎる官僚団の仕事に期待するがよい。お前たちを必ず驚かせてみせるよ。よってらっしゃい、見てらっしゃい。道具屋、グッドピープルズの視聴販売だよ。やあ、また会ったね。お兄さん、今日は一人？あのうるさいのがいないようだから今日は安くしとくよ。ああ、でも何か欲しいってわけでもないし。そうおっしゃらずに。旦那、結構持ってそうじゃありませんか。ハミル、その女は何だ。すごく、すごーく馴れ馴れしいではないか。私だってそんなにくっついてないのに。
知り合いの行商人さんだよ。商売熱心な人でね。あちゃー、二人連れだったとは深く。これはもう商売になんないわね。ハミル、本当か？本当にそれだけか？なあ、グッドピープルズは健全な商売が基本だから、決してぼーっとしたやつだからふっかけようなんて思ってないからなあ。あからさまに怪しい。お？よく見ればなんだか懐かしい顔だな。どうしてだろう、他人のような気がしない。やば、妖精族ってバレかけてる。じゃあ私はそういうことで、じゃねー。あ、行ってしまった。世話しないやつめ。しかし他人のような気がしなかったな。強い武器が欲しいですね。よく来たな。感激。どれもいいものだぞ。合成するのだ。
ではまたな。女神の祝福を授けよう。今までの記録をつけますよ。ハミル様と二人きりの会議でも良いのですが。ハミルお兄ちゃん、今日はお菓子を作ってきたの。いっぱいあげるね。ありがとう、カリス。いつもすまないね。私の分はないのか？もちろん、タルト様にも。おお、それはありがたい。しかし、さほど甘党でもないハミルにどうして真っ先に配るのだ？それはね、約束したから。約束？そう、カリスがバールの巫女になった時の約束なの。だから、お菓子を、お菓子を、みんな、あれね。おい、カリス！どうした？カリス、しっかりしろ！おい、カリスのやつが熱を出したって本当か？ええ、かなり深刻です。おそらく、異国の熱病かと。最近、船旅が多かったからですね。タルテトスでなんとか治せなのか。すみません、人の治癒には対応していないのです。だったら他に方法は？何か僕たちにできることは？そうですね、ここから少し北にある森に、森の主と恐れられている樹木の精霊がいます。その葉はあらゆる熱病に効くと言われていますが。だったら今すぐ行こう。女神は信徒を見捨てない。暑い、苦しい、怖いよ。タルト様、アミル、お兄ちゃん。頭がクラクラして、すごく熱っぽくて、とても怖くて苦しい。私は熱にうなされながら、いつの間にかあの日のことを思い出していました。その年は夏が来ませんでした。空はどんよりと曇り、わずかに姿を見せる太陽はとても弱々しい光しか地上に届けることができません。村の大人たちはあちこちで心配そうに畑を見つめています。青い顔で相談し、何度も同じ言葉を繰り返します。凶作だ、飢饉になる。やがて秋になりました。まだ早いうちから木枯らしが吹き、すぐにも冬がやってきそうな気配でした。結局ほとんどの家で小麦は少ししか取れませんでした。帝国に税として納めれば少ししか残りません。冬の間ずっと飢えに苦しむことになりそうでした。だけど税として差し出せる小麦が取れた家はまだ良かったのです。私の家は差し出せるほどの小麦も取れませんでした。どうかお許しください。見ての通り、今年は凶作で麦が取れず、とても定められた量を納めることはできません。それがどうしたってんだ。知ったことかよ。俺は帝国に高い金出して貴様らから税を絞り取る権利を買い取ったんだ。言い訳なんぜ一切聞かない。貴様らから絞り取れるだけ絞り取ってやる。そうすりゃ俺の取り分も増えるってもんだからな。ですが納めるだけの麦は。ねえ、つまりお前は帝国に逆らうってわけだな。そういうわけでは。ヘドモ、この男は反逆者だ。今すぐ連れて行け。帝国の命に逆らう者がどうなるか見せしめとして殺さねばならんな。そんなご無体な。はっ、
仰せのままに。そうすりゃ村の奴らもビビって取り立ても楽になるだろうからな。どうかお許しを。さあ来い、連行する。出てきてはダメだ、隠れていなさい。なんだこいつ。やだやだよ、お父さんを連れてかないで。邪魔するな、ルーキー。ああ、この子に何の罪が。なんとむごいことをするのです。なんだ、やっちまったか、バカなガキだ。たく、出てこなきゃくたばらずに済んだのによ。おい兵ども、そこらのゴミ捨て場にでも捨ててこい。死体の匂いは臭くてかなわんからな。どうやら気を失っているだけのようです。へん、くたばり損ないが。どうか娘だけは。私はどうなっても構いません。だったらおとなしく来い。だけどな、ここで見逃したからってこの娘が助かるわけじゃないぜ。どうせこんなしょぼい村、いつまでもこのままじゃいられないからな。お前らはいずれ借金にまみれ市民権を失い、奴隷に叩き売られるのがうちだ。まっ、それまでにせいぜい絞れるだけ絞り取らせてもらうがな。ありがとう。どうしてこんなところに。そうだ、お父さんを助けなきゃ。村の人に相談しようとも思いましたが、でもあの徴税人に逆らえる人は誰もいないでしょう。どうしたらいいのかな。そんな時です。なぜかはわからないのですが、丘の上の古い祠がふと思い出されたのです。神様なら、ひょっとしたら話を聞いてくれるかもしれない。多分私の家がもともとは神様を祀るお仕事をしていたとお父さんに聞いていたからかもしれません。よし行くぞ。準備はいいか。マジかよ、ちょうどみんな出払っててこんだけだぜ。十分だよディオン、カリスのために僕が負けるわけがない。ええ、女神様もこれだけついているのです。必ずカリスちゃんは救ってみせます。くそ、こうなれやけくそだ。13倍、お祈りをすればいいとお父さんから聞いたことがありました。それがいくつなのか知りませんが、その数になったら神様が来てくださるので大丈夫です。
様、お父さんを助けてください。神様、お父さんを助けてください。いつまでも繰り返します。神様、お父さんを助けてください。何度お参りしたのか、どれくらい時間が経ったのか、わからなくなってきました。神様、お父さんを助けてください。痛めた足をさらにひねったみたいです。大丈夫、ズキズキと痛みますがまだ歩けます。痛い。足を痛めたせいで歩きにくくなってるみたいです。でもまだ大丈夫。神様、どうかお願いです。お父さんを助けてください。痛いよ。足の先が燃えるように熱くて痛いです。他にも体中すりむいていますが大丈夫です。祈りしなきゃ。歩かなきゃ。お祈りを続けなきゃ。絶対にやめちゃいけないだから。そうしないとお父さんが、お父さんが、神様、どうかお願いです。もうやめろ。やめるんだ。お願いだからやめてくれ。はあ、手こずらせおって。歯は手に入れた。急いでタルテトスに戻ろう。ええ、一刻を争います。よし、待ってろよガキンチョ。いくらやったって無駄だ。願いなんて届かないよ。声は祠のすぐそばの暗がりからしました。目を凝らすと影みたいなのが見える気がします。誰かそこにいるの？動くな。それ以上近づくことは許さない。ひょっとして神様なの？神様、お願いです。私のお父さんを助けてください。今は持っていませんけど、材料が手に入ったらお菓子をいっぱい焼いてお供えします。私ができることは何だってします。だから神だって？違うな。神などこの腐った世界のどこにもいるものか。神様じゃない。じゃあ誰なの？神からは一番遠い存在だよ。わかんない。闇に潜む魔物だよ。魔物？騒ぐな小娘。取って食おうなんて思ってない。ここでちょっと考え事をしていただけだ。お前がうるさくて邪魔だったから声をかけた。ごめんなさい。それよりちょうどいいところに来た小娘。俺の悩み事をお前は解決できるか？悩み事？この飢饉が始まってからずっと悩んでいることだ。もしお前が俺の悩みを解決できるのなら、望みを叶えてやってもいい。本当？
お前の望みだけならな。でも神様じゃなくて、所詮魔物のすることだ。必ず、なんて約束することはできない。ひょっとしたら、くらいだ。ひょっとしたら、お父さんは助かる？そうだ。お前の父親だけならな。わかった。じゃあ、悩んでることを話してみて、神様。魔物だと言っているだろう。まあいい小娘。それでは聞くがいい。もしも今、魔物の俺が、神様には人の願いを叶える力なんてないって言ったら、お前はどうする？神様にも魔物にも、みんなの願いを全て叶えることはできないと言ったら、お前はどうする？え？お父さんは助かるって、願いを叶えてくれるって言ったよ。お前一人だけの願いなら叶うかもしれない。でも皆の願いを叶え、全ての人を幸せにするのは到底無理だってことだ。どうして？人の願いには常に他人の不幸が含まれているからだよ。世界が限りあるもののせいで、人は常に他人の不幸を願っている。そんなことない。私、他の人の不幸なんて願ってないよ。どうかな。そのせいで俺はとても悩んでいるんだから。さあ本題に入ろう。ここからが本当の悩みだ。こんな例え話ならお前にもわかるかな。お前はちょうど焼き上げたばかりのお菓子を5つ持って歩いていたとする。今度持ってくる。たまたま通りかかった村の広場では、飢えた人々が神様にお祈りをしていた。かわいそうに思ったお前は、お菓子を一つずつあげることにした。出来たてのお菓子は甘くて美味しくて、五人のお腹を満たし、幸せにすることができる。よかった。みんな幸せになれたんだ。お菓子を食べることができた人はね。でも、食べることができなかった人は、美味しくても、お菓子は五つしかないんだ。飢えた六人目のお腹を満たすことはできない。当然この六人目だって同じように祈っているだろう。お願いです神様、どうか私のお腹を満たしてくださいと。でも彼の願いを叶えたら、他の誰かの願いが叶わなくなる。そんな。結局、願いの本質っていうのはこういうことだ。人が願うものってのは、大抵みんなが欲しくて、なおかつ限りがあるものばかりなんだ。だからほんと困っている。そんな時どうしたらいい？5人の誰かからお菓子を奪い取って6人目にあげればいいのかな。神様なら絶対しないことだと思うけど、お前はどう思う？そろそろ分かってきたんじゃないか。願いには不幸が含まれてるって意味が、神様は願いを叶えてくれないって意味が。分かんない、分かんないよ。そうか、理解できないか。これは単なる例え話などではないのだぞ。今まさにここで、この飢饉の村で起こっていることだというのに。わかんない。こんなに幼いのだから当然か。これでは飢饉を乗り越える術など思いもよらないだろうな。じゃあもっと身近な話をしてやろう。お前の父親は、あと何日かすれば、村中を引き回された挙句、無残に殺されるだろう。見せしめとしてな。だけど、お前の父親が、それを免れたとしても、代わりに誰かが、この村の誰かが殺されるだろう。見せしめなのだからな。それでもお前は助けてほしいのか。村の誰かが代わりに殺されても、その妻や娘が悲しみに暮れても、それでも助けてほしいって思うのか。ダメ、そんなのダメだよ。でも、お父さんを助けてほしいの。どうしても、助けてほしいの。だったら早く決めることだ。願いは叶えてやる。結局お前は、一つだけ選び取るしかないんだ。神ではなく、
この私に頼むがいい。さあ言うがいい。助けてくださいと。村人の不幸と引き換えに父を生かしてくださいと。お前の答えに従って俺も今後の方針を決定する。救うべき村人とそうでない村人を選別し、つまらぬ悩みも干渉も断ち切ることにしよう。走ることはない。人は結局そうやって生きていくしかないんだ。これまでもこれからもな。さあ言うんだ小娘。みんなあげます。何？それから焼きたてのお菓子は。お前今まで答えを考えてたのか。話の意味ではなく答えがわからないと言ってたわけか。面白い。じゃあ言ってみろ。焼きたてのお菓子は5つしかないのなら6人で分けてほしいです。みんなお腹が空くかもしれませんけど、ほんの少し待っていてください。できるだけ早く新しいお菓子を作ってきます。そうしたらみんな幸せです。なるほど。確かにまだ諦めるのは早いか。春が来るまで悪あがきをしろというのだな。貧しい者の負担をできるだけ減らし、皆で均等に分け合えばなんとか生き延びられるかも。小娘、半分正解だ。だけどお前の父親は。そういうわけにもいくまい。どうする？お父さんを助けてほしいです。村の人の不幸と引き換えに。そうか、やはりそれしかないな。ああ、それでいい。分かったよ。あの、もう一つお願いしていいですか？なんだ？誰かが不幸にならなければいけないのなら、誰かが殺されなければならないのなら、私を不幸にしてほしいです。私の命を奪ってほしいです。そうしたらみんな幸せです。みんなあげます。お前何を言ってる？神様、お願いです。私にできることは何だってします。お菓子も持ってきます。私の持っているものはみんな、この命もみんなあげますから、どうか願いを叶えてください。お前、俺は何を言わせた？こんな小さな子供を追い詰めて一体何をやっているんだ。これがバルカの男のすることか。畜生、クソ、こんな子供までこれほどの覚悟で立ち向かっているというのに。神様、どうしたの？俺は神様じゃなくて魔物だって言っただろ。少しは覚えろよ。ごめんなさい。もういい、分かったよ。このまま帰れ。願いを叶えてくれるの？残念だが願いは聞き届けられない。お前と取引なんかした覚えもない。約束なんか守らないよ。俺は闇に潜む魔物だからね。確実なことは何も言えない。さあ振り返らずまっすぐ帰れ。そしてここで起こったことは誰にも言ってはならない。俺がいつか暗闇から現れるその日まで、全てが明るみになるその日まで。ありがとう。どうして礼を言う。俺は願いは聞き届けられないって言ったぞ。うん、でも安心したの。神様が俺に任せろ、信じろって言ってるのが伝わってくるから。信じるのは勝手だ。裏切られるのが怖くなければ。うん、怖くないよ。羨ましいやつだな。もういい、さっさと帰れ。ありがとう神様。お菓子あげる。みんなあげるから。私は
足を痛めているのを忘れて駆け出し、すぐに転んでしまいました。痛った。ごめんなさい神様、すぐに帰りますから。神様？思わず振り返った祠はしんと静まり返っていて、もう誰の気配もしませんでした。はぁ、やれやれですね。どうだったクレイト、あの葉っぱは効いたのか？ええ、熱は下がりました。よかった、間に合ったのだな。女神は信徒を見捨てない。ええ、カリスちゃんは女神様だけでなく、いろんな人たちの加護があるみたいですから。そうですね。さっき見たときは微笑みを浮かべて眠っていましたよ。一体どんな夢を見ているんでしょうね。それから数日して、お父さんを連れて行った調整人が死んだという知らせが届きました。お酒に酔って川に落ちたそうです。税の取り立ては新しくやってきた調整人に引き継がれることになりました。でも今度の調整人は無理な取り立てはせずに、余裕のある人から多めに取り立ててすぐに去っていきました。落ち着きのない人で、キョロキョロと周りを見回していつも怯えていたのを覚えています。そうして秋が終わり、冬となりました。本当にとても厳しい冬でした。税を納めた後は誰もが同じくらい苦しくなっていたのですが、みんなで助け合うことでかろうじて冬を乗り切ることができました。長い冬の間ずっと考えているうちに、なんとなく分かってきました。もしあの声が神様でないのなら、私の願いを聞いてくれたのはあの人に違いないと。よく晴れた春の日、私はたくさんお菓子を焼いてカデミアに向かいました。どうやらこの冬は持ちこたえたが、少し無理をしすぎたな。村人を守るためとはいえ派手にやりすぎた。そろそろ帝国の方の統計にも出るはずだ。多少でも頭の回るやつならいずれ気づく。発覚まであとどれくらいあるだろうか。もしバール大祭までに発覚すれば、そして僕の関与が明らかとなれば即座に殺されるだろう。でもバルカ家の生き残りなんか結局は争いのもとにしかならない。早いうちに殺された方が村人のためになるかもしれないな。おーい、ハミル、ハミル。何かな。なんだ、相変わらずぼーっとしやがって。お前は緊張感がないんだよ。たく、見ててイライラしてくるぜ。いや、それほどでも。褒めてねえよ。100だぞ、100。 100？ おいよ、小さなお客様だ。ガキンチョのカリスだよ。ハミル様。いや、どうしたの？目の前にいる人は祠にいた人とは随分違うように見えます。でも私には分かりました、この人だって。何か用なのかな？だから私はお菓子あげる。みんなあげるから。両手を高く上げてお菓子を差し出します。これからは私が約束を果たす時です。おいおい、いきなり何だって言うんだ？ありがとう、とっても上手に作ってあるね。もう私のことなんか覚えていないのか。ハミル様はぼんやりしたままでしたが、
ほんの少しだけ笑ってくれたような気がしました。